私が大切に保管するものといえば、何でも厳重に大切に管理しないとならないの。それが他人のこびりついた汗であってもね。小石さん、もう逃げようなんてことはできませんわ。あなたがやってくれたことの代償は全部私に帰省しますから。ふふふ、それは悪いことではなくて。でもあなたが焦る必要なんてありませんから。大切な大切な高魔館の住人ですもの。お嬢様たちの面倒を見つつ、過ごしましょ。あら、何も言えないのでしょうか。でも大丈夫。もう私がいるから泣くことはないですわ。安心してくださいね。なんで私を無理やりこんなところへ連れてきたの。Thank you.
私は中に入りたいんですよ。私自身が中に入りたがっているんですよ。だから開けてくださいね。小石さん、なかなかうまい。どうして開けてくれないんです？私の気持ちが伝わらないからでしょうか。私は中に入りたくてうずうずなんですよ。ですから、開けてくださいよ。愛する小石さん。今扉の先で聞こえた声は何？ふふ、小石さん、開けてくれないか。見ようかしら。